ても見えない夜更けは皆さんね、お忙しい中ね、ご来場いただき本当にありがとうございます。今日のライブはですね、1時間ちょっとのライブでございます。先ほども言いましたけれども、お付き合いいただきたいと思います。1曲目、2曲目とですね、アン・ルイスさんのウーマン、そしてアーム・ジョーをお届けいたしました。次はですね、神奈川県茅ヶ崎市、私、神奈川県茅ヶ崎市の出身なんですけれども、そちらの有名なアーティストの歌をお届けしたいと思います。So sweet, Harry.
しもどこか遠くへ行き失せても、今までしてくれたことは忘れずにいたいよ。もどかしさもあなたや行動笑ってもっと baby 無邪気 on my mind 映ってもっと baby 素敵に inside 見それ混じりの心が Hey we so sweetありがとうございました。愛しのエリーをですねお届けしました。それではですねちょっとねノリのいい曲をお送りします。25年前の愛川七瀬さんのデビュー曲です。皆さん手拍子よろしくお願いします。
とうございました。ありがとうございます。素敵な拍手ありがとうございます。ちょっとね、私だいぶ今の歌で疲れたので、ちょっとね、坂口さんにマイクを預けたいと思います。お願いします。はい、皆さんこんにちは。ありがとうございます。お忙しい中ようこそお越しくださいました。セブンティーセブンクラブバンドと申します。ちょっとこの時間をお借りしましてですね、このバンド名の由来なんぞちょっとお話ししようと思っておりますが、去る15年ぐらい前ですかね、西柳瀬にですね、実は、サンセットセブンティセブンというお店がございました。このお店はですね、アメリカで、1958年から1964年まで、放映されました、テレビドラマの題名だそうでありまして、原名は、セブンティセブンサンセットストリップかという原名だそうですが、それを取りましてサンセットセブンティセブンというお店をしておられました。で、友人からそこを紹介といいますかね、一緒に行かせていただきましたら、ホストバンドがあって毎週毎週バンド演奏があるわけであります。で、行くとまず生ビールって言ってね、頼んでこう飲み始めるわけであります。ある時ですね、一緒にいた友人がなんか頭が痛いんやけどってこう言うんですね。で、後から後日談ですけども、生ビールと思って飲んでおったビールは発泡酒だったそうでありまして、それでかって言ってね、言っておりましたが、そこでだんだんこう友人たちが出来上がってまいりまして、そのうち自分たちもちょっと演奏しようかっていう話になってきましてね、だんだんメンバーが集まってきまして、演奏しだしたというのが事の始まりでありました。で、それからですね、その頃岐阜戻す特別支援学校というところで、夏のサマースクールというのがありまして、そこでちょっと演奏してくれないかという話がありまして、行くようになりました。で、バンド名ありませんので、どうしようかなって言って考えたところが、そのサマースクールですから、サマースクールメイツというですね、名前で、活動をし始めたというか、そこの学校行くときだけですけどね、で、スクールメイツじゃないですよ、分かんないですね、年代が違うかな、誰か笑う人いるかなと思ったんですけどね、分かる、ね、白い短いスカート履いてポンポン持って踊ってるんじゃないですよ、違います、サマースクールメイツですから。で、活動しておりましたが、いよいよですね、ライブハウスとかでもやってくれないかっていうような話がちらほら出てきたときに、さあどうしようかって、バンド名なくては困るなと。中ではそのお店の中ではサンセットバンドとかなんとかって言ってる人もいましたけども、ちゃんとした名前なかったもんですから、サンセットバンドもちょっとまともすぎるなっていうようなことで、じゃあセブンティセブンの方を取ってセブンティセブン、毎週毎週演奏を楽しんでましたから、大人の部活動みたいなね、クラブ活動みたいな感じでありましたから、そういうところからセブンティセブンクラブバンドと、そんなような名前が出来上がったなというふうに私は思っております。そんなことで名前の由来、分かっていただけたでございましょうか。中にはね、77年生まれの人ばっかりかな、そんなことないですよね、じゃあ77歳の人ばっかりなんですか。そうですね、なんかそういう人もいるみたいですけど、でも若く見える。ね、でもこのメンバー今日半分は還暦すぎなんですよ。誰が還暦すぎかはご想像にお任せしますけど、で、このうちですね、この6人のうち孫がいるのが2人おるんですね。ありがとうございますっていうか、なんで私がありがとうございますって言わなきゃいけないか分かりませんが、ということで、そんなメンバーのこともちらちらと交えながら、みゆさん、休憩できましたか。はい、それでは次の曲に行っていきたいと思います。ありがとうございます。坂口さん、ありがとうございます。次の歌いきますね、どんどんね。次の歌はですね、若者に人気のあるバンド、ワンオクロックさん、知ってる方いますか。見えない、あまりね。こっちから見えない。森進一さんとですね、森雅子さんの
息子さんがやってるバンドなんですよね、野々田さん。はい、受けましたか今の。はい。あのね、知ってます知ってます、さっきリーダーの方からね、スクールメイツの話出ましたけど、森進一さんってね、スクールメイツの OB なんですよ。いや、スクールメイツって男女がいたんです。そうなんですね。なんか高橋真理子さんはね、真理子さんもそうです。そうですよね、うん、あとキャンディーズね、で、ちっちゃい E が抜けてる、キャンディーズとかね、みんな結構皆さんスクールメイツ出身で結構メジャーになられた方が多いという、ね、いう感じですね。森進一もです。ありがとうございます。似てましたでしょうかね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではですね、ワンオクロック、1曲目は、CM ソングになってた歌なので、皆さんどっかでですね聞いたことあるかもしれません。そして2曲目はですね、ルローニケンシンの、主題歌になっておりましたザ・ビギニング、聞いていただきます。
せる人心から愛しい人この僕の愛の真ん中にはいつも君がいるから However you are I will always make a smileJust give me a reason to keep me happy Don't worry you say that I'm shaking my arm So far of course but I don't know what All you can do is hold on Hold onThe show now, 再びそうでも。
激しい歌の後はマイクを振ります。野田さんお願いします。はい、私でよかですか。はい、こんにちは、野々田と申します。今日はですね、たくさんのお客様来ていただき本当にありがとうございます。コロナさんの方もですね、なんとなくちょっと遠くに行かれた感じもなきにしもあらずということで、多少ね、こういったイベント関係が、徐々にですけどもできるようになってきたというのは非常に、嬉しく思っております。そして、今日はね、皆さん日頃の、溜まったストレスを解消するかのようにたくさん来ていただきまして本当にありがとうございます。実はですね、私は今日は MC の担当ではないんですが、なんか急に、やってくれと言われまして、このバンド あのボーカルの人はわがままなんで。はい、それでは、メンバーの、ね、紹介をじゃあ私の方から代表してやらせていただきましょう。さっき年の順でやろうかって言っていたんだけどそれは却下になりましたので、じゃあどういうパターンでいきましょうかね。端っこからということで、じゃあ、皆さん向かって一番左端、今日は素敵な、カーテンを召してらっしゃいますね。薄手の、カーテンというカーテンではありません。はい、カーテン。さっき下の服はいらないんじゃないですかって言ったら怒られましたけどもね、やっぱり女性に対しては皆さん気をつけましょう。そういうことを言うのはね、私それの塊のような人間なんで非常に勘違いされることが多くて困ってますけども、じゃあ紹介します。ドラマなら脱いでも大丈夫だと思いますよ。まあ、いや男性が脱ぐと逆にね、あれ悪になりますから、汚れというかね、そんな感じの汚物になってしまいますんでね、それはやめた方がいいです。女性の場合はやっぱ汚物じゃございませんから。まあいいです、そんな話は。はい、はい、キーボード、森英子さん、はい、よろしくお願いします。森さんはね、もうそこら中って言ったらいろんなところでね活躍していただいております。例えばあそことか、あそこあそこね、そしてあちら、そちら、うん、最近ではいつやられたんですか。はい、最近ライブはいつ。最近ですか。最近は急に振られるとすいません、いつでしたっけ。いや、そのくらいちゃんとやってくださいよ。はい、すいません。ミュージシャンなんですから。はい、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 そうですか。再来週は、はい、再来週はあります。あ、じゃあここで告知したらどうですか。はい、うん、自分のバンドの。ですか。アコースティックドゥオ、うん、エールといってギターとピアノのデュオ、それからジャズバンドなんかもやってます。フォレストジャズユニット66などやってますので、皆さんよろしくお願いします。コルマールというお店で、ね、また月1回やってますので、またぜひよろしくお願いします。直近では何日とかないの。直近ですか、うん、直近では再来週の日曜日に。あ、それ言ってくださいよ、はい、ちゃんと、はい、言ってくださいよ早く。はいはい、再来週の日曜日、6月第3週日曜日、元寿司コルマールにてランチコンサート、12時10分から飲食代のみです。よろしくお願いします。イエイ、皆さんぜひね、お時間の方、見に行かれたらいいと思います、ね。はい、もう一度キーボード森英子さん、そして、我々の素晴らしいリーダー紹介しましょう。リーダー最後のがいいよね、やっぱりね。そうしよう、今決めた。
はい、じゃあ一つを飛んで、真ん中で、座って一生懸命一番体力を使う楽器やっていただいております、ドラムス加藤睦美。加藤さんはね、僕らの間ではむっちゃんって言ってるんですけど、すごくね人間性がいい人で、すごく性格が良くて僕大好きです。いや本当ね、なんかあったかい感じがしてね、あの水道屋さんなんですけど僕あのうちちょっと水道 の調子が悪い時もすごく親身になってね、家まで来てくれて蛇口までひねっていろいろアドバイスしていただいてね、本当に素晴らしい人間性の方です。あとあのドラムスも素晴らしくてね、彼もいろんなところで演奏してます、小牧のスクラッチとかね、岐阜のソウルダイナさんとかね、昔私がやってた、ダイナマジックっていうバンドがあるんですけど、そこのドラムスでもね大活躍していただきました。岐阜がを代表する、水道屋兼ドラマ2つ兼ねている人はこの人しかいないと思いますね、岐阜では。はい、紹介します。加藤睦美ドラムス。はい、そして、中こっち、はい、僕の隣で先ほどから素晴らしい、ギタープレイを、演奏していただいてます、すごいイケメンなんですよ。顔見はわかるでしょ、ね、すっごいイケメンでしょ。ほんでイケメン顔はあの岩城浩一さんとかに似てますね。岩城浩一さんとか、僕はね尾崎豊、若い頃尾崎豊に似てたんじゃないかなとかね、羨ましいっていうか全部持ってっちゃう、ね、素晴らしいギタリストです。あと学校の前は先生とかあの教育関係ね、もうね才能があって顔も良くてて、天は二物も三物も与えているというね。ここで僕のギャグを言います。私の場合は彼は天を二物を与えてで、私は天はお物を与えたと、こういうあの親父ギャグ、はい、罰が出てますのでやめます、すいません。はい、じゃあ紹介します。ギター山田隆二。先生にはね、山田先生っていつも呼んでるんだけど、あの講師ともども本当にお世話になってて、だいたい毎週必ず1回は会ってますね、うん、なんかもう神さんの次になんか会ってる感じがしますね。うち息子ほとんど家にいないんでという感じがします。はい、そして、中央、うん、素晴らしい、ボイスボーカル、パンチのあるね、とてもこんな華奢な体からね、出せる、声量ないと思いますけども、素晴らしいボーカリストでございます。セブンセブンをで一番やっぱこう目立ってる人かなね、ボーカルだからっていうのもあるけどね、真ん中に立ってるからね、まあそれもあるよね。はい、では紹介します。青木美優。美優さんもね結構アクティブな方で、セブンセブン以外にもいろんなところで、いろんな演奏とか出演されてますね。最近近い先の何かあれば告知を。あ、そうですか、はい、今日でも音楽仲間の人とか来ていらっしゃるんですよね、うん、あの僕の大好きなルーシーさんとかもいらっしゃるというふうに聞きましたけど、後でお話ししたいなと思います、ね、ルーシーさん見ますか。はい、ごめんなさい。はい、それでは、もう一回紹介します。青木美優さんボーカル。はい、そして、素晴らしい、我がバンドのリーダーを紹介しましょう。ベース坂口優勝。風貌がねすごくなんか、悟りを開いたような感じの風貌じゃないですか、なんかね。そっちの話何を隠そう、彼あのお坊さんなんです、ね、だから結構ねいつも僕らあの楽屋でお話、ライブ終わった後とか話いろいろ良かったねとか話するんですけど、彼が来るとなぜか法話になってしまうんですよ、ね、ありがたいお話で終わるというそういうバンドでございます ね。で、あといいことは僕らもあの高齢バンドなんで、高齢者バンドといいますかね、あのいつ
ぽっくり言ってもすぐ枕木を上げていただけるというね。もう一つ僕バンドありましてね、もう一つのバンドはね、なんとベーシストが脳外科医なんですよ。ですから、ね、脳梗塞とか心不全になっても応急処置がすぐやって、そういうバンドなんですよ、二つとも。やっぱ高齢者には欠かせないメンバーというね、坊様と病院の先生は欠かせないメンバー。これからバンド組まれる高齢者の方は絶対メンバーに坊さんか病院の先生入れてくださいね。そうすると非常に安心してバンドができると思います。はい、素晴らしいリーダーでございます。もう一回紹介しましょう。ベース坂口優勝。はい、そして、ご案内は野々田でした。はい、どうも野々田でございます。ありがとうございました、知る人ぞ知るというか、みんな知ってますよね。野々田、どうしようマンテルさんは行った方がいいの？僕のね、身内で野々田マンテルっていうのがいまして、サックスもたまに吹くんですけど、カレー屋さんなんですよね。普段はカレー屋とかね、あと演歌歌手とかやってるんですけども、彼は結構、高橋真理子さんのね、ツアーメンバーだったりとか、熱帯ジャズ楽団でやってたりとかって、結構皆さん存じ上げている方多いと思うんですけどもね。のお兄さんです。と、そう、僕は兄なんで、ただの兄です。ただの、はい、それだけで、はい、それだけです。いつもご案内ありがとうございます。いえ、ありがとうございました。野々田久志。ありがとうございます。いつもね、野々田さんにね、メンバー紹介をお願いするんですけどね、さすがですね。メンバー紹介のプロと言ってもいいんじゃないでしょうかね。ギターも上手ですよ。で、ここからはですね、ちょっと皆さんのね、知ってる曲を3曲、今まではちょっとロックっぽい感じだったんですけれども、ちょっとね、昭和歌謡をお届けしたいなと思います。まずはですね、古いですよ、50年前の歌なんでね、皆さんまだ生まれてなかったのかなと思いますが、お届けしまいます。五番街のマリエ。
ました、5番街のマリエ聴いていただきました。それではですね、次も昭和歌謡です、少し新しい曲になります、それでもですね、43年前の歌になります。皆さん知っています、久保田早紀さんの異邦人をお届けいたします。キーボードの用意がまだなくてね、ここで、ちょっと会場の方に、じゃあライトを当てていただいて、今日は皆さんどちらから来られましたか。岐阜の方いらっしゃいます。ちょっと見えないのにね、岐阜の方はやっぱ多いですよね、はい、遠いとこから来たよっていう、はい、います。どちらからですか。あ、静岡から、ありがとうございます。素晴らしいですね。お帰りいらっしゃいますか。はい、大阪から。そうなんですよ、私彼女とはね、まだ5回ぐらいですかね、はい、会ってないんですけど、彼女はですね、まだ1回しかお会いしてなくて、わざわざね遠いところから来ていただいて本当にありがとうございます。はい、よろしいでしょうかね。はい、ご報酬お届けします。Thank you.
次の曲はですね、ちょっと夏ぐらいになるとですね、この曲がすごく聴きたくなるなという歌です。ちょっとねノリのいいというか2002年の歌なんですけれども、ビギンさんの、ね、シマンチューの宝を皆さんで歌いたいと思います。よろしくお願いします。この島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰よりも知っている。時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずさ。それが島
中の宝をお届けいたしました。ですね、ここで先ほど告知の話をしたんですけれども、まあ、私個人の、ね、告知は特にないんですが、私たちバンドの告知をいたします。7月の17日ですね、岐南のソウルダイナミックで、セブンティーセブンクラブバンド、今日は1時間ちょっとなんですけど45分ぐらいやりますので、お時間がある方はぜひお越しください。その時どなたか他にも出るんでしょうか。実はですね、うちの息子のバンドがございましてですね、安全地帯、皆さんご存知ですか、安全地帯。息子、19歳なんですけど、安全地帯が大好きというね、なかなか渋い、趣味を持っておりまして、安全地帯のカバーバンドで、クラブ小玉木バンドといううちの息子が、小玉木さんという名前でボーカルをやるというね、すざまじい、企画バンドでございますけれども、対バンをねやらせていただくということで、あ、間違えた、それ違うわ、7月17日だよね、すいません、今のは6月18日のライブなんです。はい、皆さんちょっとメモ帳、斜線引いてください。7月17日はですね、私が最近、今のリセットね、これから いきます。私が最近、組みました、女性ボーカルのジャズ系ボーカリストのバンドで、香りマニアというですね、バンドを組みましてですね、そのメンバーの中に香りっていう名前が2人いるもんだから、香りバンドマニアっていう名前にしたんですけどね、その、バンドと、セブンセブンさんと出会う、今もう一個のバンドをね、探し中なんですけどね、やる予定でございます。香りマニアの方も、まあ、どちらかというとジャズプラス、昔のニューミュージック系の曲、例えば矢上純子さんとか竹内まりやさんとか、そっち系の、曲をメインにやらせていただいております。ぜひよかったらね来ていただきたいと。はい、青木さんありがとうございました。もうね、私のこと苗字で呼ぶんですよ、やめてって言ってるんですけどね、みゆです。では後半戦いきますよ。皆さんの知ってる歌さん曲終わりまして、次の曲はですね、ちょっとね、洋楽を頑張って覚えてきましたのでね、聴いてください。アルマゲドン の主題歌です。ミュージスですね、お願いします。Sweet.
します。次はですね、38年前の、中村あゆみさんの翼の折れたエンジェルをねお届けしますが、途中でですねベースの坂口さんがねちょっと面白い楽器を入れますのでね、皆さんお楽しみにしてください。ではお願いします。もしも俺が昨日だった
ありがとうございました。それでは激しい歌の後はね、野々田さんに喋ってもらいましょう。あ、負けないで紹介してね、俺が。はい、皆さん、楽しんでまいりました。セブンティーセブンクラブバンド、初めての、清流プラザコンサートでございますけども、いよいよ残すところ、あと、2曲となりました。本当皆さん長い時間でございますけど、ありがとうございました。これからもね、街で私たちを、ライブとか見かけたら、皆さんね、ぜひね、見に、なんていうかな、耳を傾けていただいたりしていただいて、街で歩いてるのを見かけたら、石なんか投げていただきたいと、いろいろ考えておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。負けないで、ね、これはやっぱりいろいろな意味で、気持ちを込めて演奏したいと思います。コロナの世の中とかね、いろんなことが次から次へと、最近の世界情勢とか自然を見るといろんなことが起こってきます。でもやっぱり、最終的には、勝ち残っていかなきゃいけないので、みんな負けないで頑張りましょうということを、そういった気持ちを込めまして、この曲をね、演奏したいと思います。大変な世の中でございますけども、僕も老体に鞭打って頑張りたいと思いますので、皆さんも共に頑張りましょう。よろしくお願いします。
さん、今日は長時間にわたりありがとうございました。最後の歌をお届けします。小倉牧さんのラララで締めたいと思います。よろしくお願いします。懐かしい匂いがしたスミレの花の ありがとうございます。今日はねアンコールをね考えてこなかったんですけど、何がいいですか？あ、じゃあノリのある夢見るかなんかやりますかね。いいですか皆さん、いいですか？ノリのいい曲でね、バラードよりもね。はい、じゃあ夢見る、大変な歌をお届けします。
しないかい心夜のどうすり抜けて明日にたどり着きたい約束なんか欲しいわけじゃない。夢見る少女じゃいられない。